こんにちは、石川カレンです。今日は推し活をしに京都に向かっていきます。新幹線に乗ってね、新大阪に向かっていきます。ちょっと乗りました。この電車は途中号新大阪行きもございます。合わせてご利用ください。名古屋京都新大阪行かれるお客様、向かいの方の博多行きです。皆さんはいつも31では何のフレーバーを食べますか？私はポッピングシャワーかベリーベリーストロベリーかストロベリーチーズケーキを食べることが多いです。美味しいですよね。来ました。今からちょっと食べ歩きの YouTube を撮ります。それはまた違う動画になると思うので見てください。今会場の2時間前に最寄り駅に着いて歩いてるんですけど、結構寒くなってきました。あとこの最寄り駅が東山ってとこなんですけど、なんか駅から出ると結構なんか街並みが、何、京都にいるから京都感があるっていうのが当たり前なんですけど、川越的な、京都が先か、川越が出るのか分かんないけど、川越の街並みみたいです。こことかめっちゃ素敵じゃない？川が流れてて、垂れてる笹みたいな、変わってる。会場まで2時間あるということで、近くにね、京セラ美術館っていうところがあって、 SNS で今いるとは言ってないんですけど、京都のおすすめスポットがあって聞いたら、京セラ美術館がいいよってコメントで教えてもらったので行ってみたいと思います。結構寒い。めっちゃ綺麗。なんか私一人旅とか好きで、よくねあちこち行ったりするんですけど、でもその地図を見るのは得意じゃなくって、 Google マップとかそういう、なんだろう、動いてくれる地図でもたまにわけわかんなくなるんですよ。でも京都って見やすいじゃないですか、地図がめっちゃ。だから迷わず行けていいです。一人旅向き。あと観光客の方が多いので、他の県にいる時に比べてカメラが回しやすいです。めっちゃ大きい。あ、あった、京セラ美術館。すごい。名簿はね、ここであるんですよね。こんなさ、カメラ一人で持ってニコニコできるのすごい。普段できないのに。じゃあちょっと見てきます。また後ほど。超良かった。いろいろ見てたら結局1時間ちょっと中にいました。それでもまだ時間があるので、ちょっと散策したいと思います。京セラ美術館から歩いて5分くらいのところにあるお店で温かい前菜をいただきました。ライブ前の腹ごしらえですね。外が本当に寒くて、この日なので温かいのが染みました。美味しかった。アピールしてます、ツアーティー来てるよって。一人で撮ってるからね、カメラに向かってなんかニヤニヤ変な顔しちゃいますね。
では向かっていきます。テンション上がってます。ポッケに入れちゃってテクテクしちゃって、さあ会場に向かいます。もうここにあるんですけど、会場に入ります。緊張する、楽しみすぎて吐きそう。この表現が合ってるかわかんないですけど、超楽しみです。一番最初の生フグ酒を食べた時にマスクを汚したので新しく買いました。二十歳になって食べ物食べてマスク汚すの本当に、あ、綺麗。行きます。あの今終わったんですけど、こんな泣いたらさ明日目が出ちゃうのね。今感想を取らないと、でもこの後時間ないので取っちゃうんですけど、もう最高すぎた。すべての語彙力がないんですけど、今本当に本当に楽しかったです。怖いかった。あのお客さんみんな参加できるお見送り会っていうのがあるんですけど、私は早く新幹線に乗って明日の仕事に間に合わせなきゃいけないので帰ります。もうずっと泣ける。多分絶対みんな同じ感情だと思うんですけど、なんかウケる。 YouTube でさこんな泣いてるの出すのおかしいんですけど、もうまた一生懸命頑張ろうって思いました。また落ち着いた時撮れたら撮ります。楽しかった。今自宅に帰ってきました。無事に。時刻は24時45分です。なんということでしょう。計算できないですけど、パッとお風呂入ってちょっと仮眠とってお仕事行こうと思います。楽しかった。めちゃめちゃエネルギーもらって、もう全然私このままお仕事行けそうなくらいめちゃめちゃパワーがみなぎってます。ただね、泣きすぎたせいで涙袋がやばいパンパンなので、まあこれ以上目が腫れないことだけを祈って寝たいと思います。じゃあ、よいしょ。皆さん最後まで動画見てくれてありがとうございました。あ、逃げちゃった。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。